マジのやかたです前回からお届けしている超初心者の方のためのゼロから始めるアロマテラピー今日はね2回目なんです今日はじゃあ何のお話をするかというとこれがなきゃアロマテラピー始まらないよつまり、えー、これ持ってなかったらねまずアロマテラピーできませんよっていうものですそれは何かというともう当たり前の話ですよね、えー、これは声優です。ですから今日はね声優のお話です。 別名エッセンシャルオイルとも言います。第1回の方でお話ししたようにね、今はね、アロマオイルと呼ばれることも多くなってきてますよね。精油もアロマオイルの一種として考えることもできるんですけれども、厳密に言うと精油とアロマオイルっていうのはね、違うんですよね。でまずね、精油っていうのはどういうものかって言いますと、これはですね、天然の植物から取れるものです。それから、えー、様々な作用、つまり薬効ですね、それがあります。 例えばどういうことかというとなんかリラックス作用があったりとかそれからリフレッシュ作用があったりあと化粧水なんかを作るとなんかお肌をすごくきれいにしてくれたりとかね、そういう成分が入っているんです。ね。なので植物から少ししか取れませんからこの生油のデメリットは何かというと価格が高いんですよでその、えっと。どれだけのものが取れるかによって生油の価格ってピンからキリまであるんですね。ね。ですので生、まあ、油っていくらぐらいするんですかって聞かれるのが一番困るんです。まあ、そういういのが精油です。 でそれに対してアロマオイルは何かというとこれはですね、人工的に作られた香料です。なので一般に売られているような、えー、と香水であったりとかね、そういうものによく使われています。で原料は主に石油です。ということはつまり精油のような作用というのはありません。で価格がが安いいとう特徴があります。だからそれぞれのね、えーと、どこで使うかによって使い分けをしたらいいと思うんですけれどもでもこれはね、精油を、ね、ずっと使っていると、ね、だんだん合だ成んだん、ね、の、ね、香りが、ね、苦手になってきちゃうんですよ。 精油とアロマオイルの違いについて、まあ、なんとなく分かったところで、えー、ここで質問です。改めて精油って何でしょうか初心者にそんな質問しないでよっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、まあ、先ほどの説明から少し考えてみてください。答えはですね植物が作った香りの成分それのことを精油っていうふうに言っていますん。何ですかそれって。えー、分かんねえよっていう言葉が聞こえてきそうなんですけれども で、植物が作るんだったら、だったら例えばね、こんなものでも取れるんじゃないのって。庭に生えてる雑草とかね、雑草から精油取れたらいいなってつくづく思うんですけれどもね。でそれから街路樹の一丁とかね、まあ野菜ですけれども、ほうれん草とかピーマンだって植物の一種じゃないですか。だからここからも精油が取れるんじゃないのって思いますよね。でも、これは、えー、っと取れないんです。では、精油ってね、どういう植物から取れるかと言いますと、植物と一言で言ってもね、 ものすごくたくさんの、ね、植物が地球上にはありますよね。だん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 こう植物が減ってきてると言われながらも、ね、たくさんありますで。そのたくさんある植物の中の一つにねとても香りが強いようなものがあるんですよ。その香りをすごく放つ植物のことを芳香植物というふうに言います。でその芳香植物の中の一部に精油を作り出す植物というのがいるんです。で精油は香りのある植物芳香植物からしか取れないものです。 香りが、ね、すごくあってもでも、精油が取れない植物でもねもいっぱいあります。精油が取れる植物ってどんなものがあるのでしょうか皆さんがよく知っているものとしてはですねローズとかそれからラベンダーあとカモミールとかもありますねこれから多分可愛らしい花をいっぱい咲かせてくれる時期になってくるのでね、えー、カモミール手元にあったら香りを嗅いでみてくださいあとレモンとかグレープフルーツとかオレンジという柑橘系ですね日本人は特に好きですよね それとペパーミントとかあとレモングラスなんかはよくご存知でかなというふうに思います。それからヒノキっていうのもあるんですよ。で最近ね日本でもねよく精油が取れるようになってきました。ヒノキ以外にもねヒバとか杉とかあと柑橘系だった柚子とかですね日本は基本的に森林王国ですからねどうしてもこの木の精油っていうのが多くなります。 なので、ちょっとね、バラエティに止まないのでね、少し残念ではあるんですけれども、まあ、徐々に徐々にね、その和生油っていうものを扱われるようになってきました。精油はじゃあ植物のどこに含まれていると思いますかこれは植物によって違うんですよね。例えば、ローズとかカモミールっていうのは、これはお花の中に入っています。それから、ローズマリーとかゼラニウムっていう一般的にハーブと言われるものですね。あれは葉っぱですね。で、それと、オレンジとかレモンっていう果物。それは 皮、果皮ですねでよくねあの、みかんとかをいててね、ピッと汁が飛んで、あ、いとかって目に入ったりとかして、あのこうそういう経験ないですかあれ、精油なんですよ。無農薬のものが手に入ったらね、皮をね、あの置いとくといいです。水だけ食べて、あと捨てちゃわないで,で。それをお風呂とかに入れてね、キュッキュッと揉むとね、そこから精油が出てくるのでね、わざわざオレンジの精油を買わなくてもね、あの自分で、えー、とそれの精油を取ることができます。その他にも、例えば種子から取れるもの、それから樹皮ね、木の皮。 そこから取れるもの、あと樹脂です。樹脂っていうのは何かっていうとあの木に切り込みを入れたらねそこからこう樹液っていうのが出てきますよねドローっとしたものでそれが固まってカチンコチンになったりとかするんですよでそれをこそげ落としてでそれから精油を取ったりとかしますあと根っこから取れるものもありますね本当にねさまざまな場所で作ってるんですでどんな風にじゃあ生油はねそこのさまざまな場所で蓄えられているかこれは袋の中に入ってるんですね 小さな袋でその袋の名前のことを「油胞」とか「油能」とか「油胞」「繊毛なんかねいろんな名前がついてます本当に小さな袋のようなものがあって貯められてるんですで繊毛に関してはね袋っていうよりか細長いなんかこう管みたいなものかなそんなところに入ってるんですねで例えば皆さんあのレストランとかに行ってデザートでねアイスクリームを注文した時にこんな風にねミントが飾られてるのを見たことないですか で、これいとき、ふわーんとなんとなくね、あの花を近づけるとミントの香りがしますよね。で、それを今度、指で潰してみてください。で、そうするとね、パッとね、ミントの香りがすごくします。ミントの葉の中にさっき言った精の袋があるんですよ。で、それをあなたが指でプチってね、潰したからなんですね。葉っぱだったり、花だったり。 なぜね、植物はね、生意を作る場所をそれぞれ変えるんでしょうか猫とか種子とかねで。それはですね、次の、えー、セミナーでお話ししたいと思います。本日も見ていただいてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。